見張ってるぞ。ニューロアンプを完成させるにはあのロシサイトが必要なんです。よく来てくれたわね。インフィニティリミテッドの一件を完全に掌握するために計画を実行する時が来たわ。何ですか？時が来ればね。インフィニティが現行のニューロアンプの設計図をどの程度抑えているのかは不明よ。研究開発部主任のビーナ・カルラを紹介するわ。ええ、詳細説明ですね。インフィニティが盗んだ第一のパーツは人身操作の効果を有します。第二のパーツは遮蔽モッド装置で、使用者を他のニューロアンプの、やはり、はあはあ、ええ、それ以外のやり方はマーケティング部と財務部が許さないでしょうね。誰も自分たちの最高傑作を相手に使われたくはないからね。ビーナが内蔵ニューロアンプと遮蔽モッド装置を完成させれば、あなたに両者を装備させてインフィニティリミテッドに侵入させる計画になっているわ。へえ、その新技術私で試そうと。まずよかった。あの意欲的な被験体は大好きです。両者について最終的な課題は人体が拒絶しない電動性を有した互換性のある素材を見つけることです。私はついに完璧な合金を考案しました。ですがそれには新発見されたロシサイトという生成元素が必要となります。受け取ることになってた最新の積み荷が到着しなかった。コンソリデーテッドマイニングとは発見について口外しない機密契約を結んでるの。だから返答がないのは普通じゃない。ほう、それは考えにくいわね。あなたは現地に赴いて貨物を確保し、ビーナが試作型を完成できるように持ち帰ってほしい。そして私は何が起こったのか知りたいの。オッケー。ステーションの名称は CM ステーション RC1 よ。残念ながらサプライチェーンマネージャーのカムデン長とは縁を切った。彼の後任はまだ決まっていない。それさえなければもっと有益な情報が得られたかもしれないのに。大丈夫だ、問題ない。カムデン長はなんでクビに？詳しくは話せないけど、会社の方針よ。うわ、あらゆる事態に備えて。心配しないで。積み荷が届いてない。戻せるようにする。うわ、これ私も会社の方針ですって言って首切られたらどうしよう。これ違う惑星って言った？違う惑星だね。ちょっと待って、これ遠いな。別の惑星経由しないと届かねえ。知らない人からの救援要請がかかったけど、今これまだ惑星を経由している段階で、今ピアッツィってところにいて、次こっちだ。めちゃくちゃ遠くに来たわ。家のローン返済に金使い切ったら、そろそろいい船とか買わないとな。なんせ賞金首かけられるようになってるから襲われまくるんだよな。この惑星は極寒。極寒で重力も低め。太陽放射。太陽放射強えのか？股間だけど。これやべ。早めに中に入りたい。待ってよ。なんか、耐性作れる薬とかあったかな？ない。ないし、ここ敵いる。やるしかないな。あとで病院でまとめて直してもらおう。そう、このエンバーって武器。
前手に入れたやつ、これバリ強いんだよな。終わりにするぞ。レベル高いこいつら。はい、経験値うめ。お、コンバットナイフ。あんまり外うろちょろできないな。いや、外にいなくても同じか。やべ。こいつらに襲われて貨物が届かなかったんだろうな。これ炎上ダメージ入るのでかい。ま、毒とか与える武器もあるんだけども。これなんだこれ、マッスル装備。マッスル装備ってか T シャツではただの。え、これウイスキーなんだ。ダブルモルト、ダブルモルト、ピュアモルトじゃないのか。パック。レベルは高いけど、あんまり金目のものは持ってないか。あ、カードキーとゼロワイヤー。ゼロワイヤーってね、調合とかに結構使うんだよな。もう一人どこにいる？あ、いた。ここ重力低めだからブースターが楽だ。はい、さよなら。ヘルメット、まあ、この辺はレジェンダリーでなければ大したいらんな。さてさて、サイドスター、これもか。鍵を手に入れたんだけど、上にも建物があるぞ。コンソーリデートマイニング。入れねえな。これ、入り口ないかな？あ、これ、移動楽だわ。あ、ないな。これは入れないか。ふわふわしとる。ん？うわ、バグっとる。ぼちぼちアイテム探索したけど、まあ大したもんないな。あ、待って、なんか今地雷って書いてあったんだけど。どういうこと？さて。まあ、別にステルスする必要はないんだよな。ハンドガンの餌食になってもらうわ。いや、強え、これ。うわ、あ、なんだ？カターナ。やんのか？ほい。え、全然ガードできてないやん。バローナイフ。結構敵いるな。近接で来るなら敵全員近接で来てほしいな。じゃないとこっちの近接をほいほい試せないじゃん。で、あの、スリでめちゃくちゃ弾があるわ。買って。あれ、上のゲージがアーマー的な役割なのかな。一気に削らんと。結構ダメージ与えないといけなくなっちゃう。ダメだ。そういう時は。炎上ダメージのあるエンバーだ。行け。こいつらの遺品回収は後だ。
はい、さよなら。つえー、これ。でもこの武器タスクでゲットしたもののせいか、単純にカスタムがたくさんついてるだけだからなのかもしれないけど、レアリティはついてないんだよな。大したもん、ん？大したもん持ってる。わー、めっちゃいいじゃん、これ。え、めっちゃいいじゃん。これいただこう。捨てるか、今のパック。さて、積みにどこすかつか、まだまだ敵いるな、これ。あ、勝て。よし。なんだ、レーザーか。どう、今のやつもレジェンダリー持ってなかった？こいつら所持品うまいんじゃね？なにこれ。へぇ、ちょっとレジェンダリーはとりあえずいただいとこう。こういうレジェンダリーの能力って改造してもつくようなもんじゃないと思うんだよね。やべ、体力やべ。体力が減ってることにいつも気づきにくいんだよな。画面とかちょっと赤くなってくれればいいんだけど。他の武器でも使ってみるか。気絶させることもできるけど別に。あ、タレットか、あれ面倒だな。ちょ、おいて。アサルトライフル。あ、ちょ、クソエイム。あ、使えてないやつ。あ、なんだなんだなんだ、やんのか。ジャパニーズソードだぞ、これ。あ、最強、これ。ちょ、あいつ、当たんねえんだけど。あ、なんだ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 。え？やたら精度の悪いミサイルお見舞いしてきたけど、ちょっとあのタレットなんとかして。はあ、かっていタレット、ピストルで燃やさんとダメだな。あ、待て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 、どっから来たし。お、なんだ？これも剣か。回復アイテムがガンガン減っていく。いやー、あのタレットバリーで。まずあの兵士を。オッケー。あ、タレットも壊れる。よし。前々から拾ってたハートプラスだっけ？ハートプラス結構いい。体力回復できる上にダメージ耐性 200% プラス。めちゃくちゃいい。見えない。で、この辺なんかいろいろアイテムが、これ回復、頭か、これ。
こいつ結構痛かったな。なんだこれ。クラフト材料重てえな。ピフィア。今日なんもねえか。あ、デジピック。あれ？あと一人いるっぽいんだけど。あれかーい。こいつマジでいて。兵士よりいて。リフトがあるよ。あ、回復アイテム。上作らん。宇宙服作業で。うわ、いらんな。よし。ところで、あの中央にあるやつは、掘削機か？なんもないよね。おっと？ああ、これ見たことある。特にレアいやつでもないな。あ、間違った。俺も別に、うん。レアだったら見た目からして違うはずだし、ショットガン？これ？ショットガンの弾今結構あるんだよな。どうしよう。まあ普通に倒すけど、ショットガンちょうど手に入れたから。これ本当にショットガン？まあいいや。本当にショットガン？やってみるか。そういう感じか。いて。あ、ノックバックする。もういない？あ、こいつか。よし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 。こいつ超レベル高い。あ、ハマってる？はい、さよなら。契約注文書。あとなんだこれ、また最強なショットガン持ってんじゃねえこいつ。契約書を読む。ちょっともうマジで重量が足らんのだよな。これイオンいらねえな。はい、アイテム回収大体 OK。 で、この契約書って何すか。これ竜人の関係者の名前書かれてたらどうしよう。これか。あ、インフィニティリミテッドね。クライアント、はぁ、あ、はぁはぁ、自由公正同盟。はいはい。ナリオン整形のクリニックに向かう。インフィニティリミテッドはロシサイトを見つけてクリニックへ送るためにエクリプティクを雇った。てか、それって、あ、まあ、こいつらなんだよね。こいつら最初から敵対してるんだわ。じゃあ、こうか。ナリオン整形のクリニック。
なんかクリニックって聞くと病院みたいな場所なんかと思っちゃうけど、そういうわけじゃないよね。あれか、軌道上にあるのか。クリニックっていう、まあ、名称なのね。よし。どうも。先生、俺はただの配達で。分かってる。避難してるわけじゃない。あ、クリニックはもうクリニックか。あなたはここに来てどのくらい？ここだけの話だぞ。1年にエクリック。軌道線上にある病院？ロスサイトがどこにあり、インフィニティリミテッドがなんでここに送ったのか。そうだよね。軌道線上にある病院に、クリニックにわざわざ積み荷を送る理由がよくわからない。っていうか今、ステータス以上。あ、なくなってる。じゃあ、いっか。このエリアは関係者以外立ち入り禁止だ。ダニ。行く必要があるんです。ああ、そうだろうな。はい。これじゃ、拉致が開かない。はい。力になりたいが。こいつ頑固だぞ。あ、ダメだ。無理だ。いいか、何かあれば受付で相談してくれ。さあ、逮捕される前に失せるんだな。はあ。なんだ、またお前。関係者以外。ぬ。見りゃわかる。ダクト。技術のアップデートを優先すべきだって。どうしようかな。仕事は山ほどあって、猫の手で。受付。いや、何か用か。保安区域に行きたいんだけど。ああ、悪いな。保安棟は立ち入り禁止なんだ。あそこは通常のクリニック職員でも入れない。俺が知っているのは、契約先がどこであれ、常に警備を固めてるってことだけさ。クリニックとは別の組織。ってかさっき自由構成警備隊の人いたけど、なんかくっついてんのか、他の施設が。警備員の態度には問題がある。それが仕事なんだ。ここだけの話だが、あいつがここに配属されたのはオーロラ中毒のせいで降格されたからだ。オシアン医師が周りにいる時だけあいつ元気になるんだ。他に質問は？オッケー。どういたしまして。じゃあその医師を連れてこればいいんじゃないのかい。お前はしょっちゅう宇宙に出ていくんだろう。何かを差し出してるようには見えないぞ。いいか、本気で必要なら受付に聞いてくれ。オーロラって今まで別に手に入れたことないんだよな。どっかにあるかな。医師を探せばいいか。古い施設を根城にしてるんだ。医師探したけど見つかんないし、オーロラがどっかにあるかと思って探したけど見つかんないから、レッドマイルを完成した人に会っ、しゃあない。なんか今タスク設定されちゃったけど、嘘つくか。本当か、まさか俺の申し出を受けてくれるなんてな。すぐ戻る。あ、なんだ、オシアン医師連れてくるんじゃなくて、こいつをたぶらかしてオシアン医師の方に誘導すればよかったのか。はい、じゃあ失礼します。ちょっと待って、俺デジピック全然ないな。どっかで買ったりしないと。さて、これ隠密しないといけないエリアでもないよな。案内が必要ならショーンと話してくれ。大丈夫だ。なんだろう、ここ。あ、
これしたいっすね。緊急病棟的な。おい、誰の許可をもらってここにいるんだ。ここは立ち入り禁止だぞ。インフィニティリミテッドから派遣されました。そういうことならドクターレーンに相談してみるといい。こんなことで私の経歴を台無しにしてたまるか。俺じゃねえか。ドクターレーン、すまないがここは立ち入り禁止区域だ。インフィニティリミテッドに依頼されてきました。私たちの取り調べが何のようだ。プロジェクトの状況を口頭で確認したい。そうだろうとも。他の集団と同様に第三のグループも内蔵ニューロアンプを取り込めず、1名を除いて全員が死亡した。あ、その1名も現在は昏睡状態だ。ショーンと私は被験者は蘇生できると希望を持っているが、人体試験承認の証明を受け取るまで第4のグループは拒否させてもらう。そっか、そのインフィニティリミテッドがその実際に人体実験を行う必要があったから、その被験体をここの、だからここのクリニックでその実験をやったってことか。いやはや、そう考えてくれたインフィニティの使いは君が初めてだ。さて、他に何か用はあるか。あとは私たちがやっておく。よかった。私の専門は神経外科であって科学ではないからな。テーブルの上に置いてある。他に何かあるのか。もういい。よろしい。さて、仕事があるので失礼するよ。あの、異議を唱えないのかって選択肢もあったけど、普通は唱えるよな。そんな人体実験を快く受けてくれるわけないよな。やってくれたんだろうけど。え？昏睡状態とか言ってたよな。これどれかに入って、入ってる。こんな仕事は受けるんじゃなかった。絶対こいつやん。本邪魔回収させていただきます。じゃあ帰るか。